はい、皆さんどうも、こんばんは。こんにちは。おはようございます。はい、3つ言えばどれか当たります。ということでですね、ツイートデックですね、バージョン3.0.34という形になりまして、だいぶインターフェース等も変わりました。あとですね、ツイートデックを、使ったことないという方もあると思いますので、結構便利だよという話をこれから10分以内にまとめます。ちなみに、今、ビデオカメラのリソースは実はこれ、ツイートデックのですね、機能でやってるんですけども、これの説明をまた後でします。ということで、閉じて、はい、皆様、おなじみ、もしくはおなじみない方もあるかと思いますけども、ツイートデックの画面です。でですね、ツイートデックの方なんですが、いろいろと変わってます。まずですね、見やすいインターフェースが5ということで、インターフェースが変わりました。ですね、いろいろ変わってるんですけども、この上のですね、ポチポチポチとやると、上のですね、アイコンが今まで文字の ID だけを表示してたんですけども、基本的にアイコン表示で、あと色分けもですね、Twitter、Facebook、LinkedIn、MySpace ですね。で、変わるようになってます。ですので、だいぶですね、そう、見分けがつきやすくなったという部分でインターフェースが変わってます。あと、ちょうどメンションズありますけど、いわゆるアットってやつですけども、今までアットはですね、リツイートは反映されてなかったんですけども、リツイートの方がですね、出るようになって、よくあるですね、非公式の RT だとですね、見えるんですけど、リツイートは誰にされているかというのを気づかないということもですね、防げるようになりましたので、便利になってます。ということで、こちらの方結構便利ですよねっていう話ですね。はい、次。5。ツイートの予約投稿ができるようになりました。例えばですね、これ、おはようございます。という形で、何かを打ったとしてですね、フートスイートではできたんですが、ツイートデックで今までできてなかった予約投稿はですね、できるようになりました。今押したのがですね、この右の、時計のマークですね。時計のマークを押すと、日付と時間聞かれますので、日付と時間を指定してやってですね。で、セットタイムのボタンを押します。そうするとですね、Send today, 7:13ということで、Send のボタンが変わりますので、こちらの方ですね。あと、送りたい、アカウント。これはツイッターのみならず、LinkedIn、Facebook、MySpace 全部送れます。ということで、これを先ほどの Send Today 7:13というのを送ると、これで予約投稿完了です。一番予約投稿については、ここの、スケジュールアップデートっていうのがあります。で、こちらの方ですね、に入りますから、実際に、予約投稿したものの、配信前のですね、ストックについては、確認できるということですね。というですね、予約投稿の機能結構便利ですよね。ができるということになりました。あとですね、簡単ビデオ投稿ということで、右上にいろいろあってですね、写真、画像ですね。画像については前からあったんですけども、このビデオのマークがついてます。レコードビデオフロムユーはウェブカメラというのが出てきますけど、これを押すとですね、先ほど最初に立ち上げてたですね、ウェブカメラの、画像、音ですね、から、こういった形で出るという形です。ですんで、こちらの方ですね、録画ボタンで、
これで、録画開始してますので、まあ何かですね。コマネチ。はい。ということで、録画をします。そうするとですね、ストップで、今録画したものを再生でですね、確認することもできる。今、再生で確認して、良ければセーブビデオですね。そうすると、右上変わりましたが、まずですね、ツイートビデオっていうサービスのですね、今撮った動画の、短縮の URL が出ます。ツイートビデオ .com ですね。で、もし動画気に入らなければ、このゴミ箱ボタンを押せば捨てることもできますね。で、ここでコマネチ動画とかですね。で、ここで send を送ればですね、ツイートの文字ですね。と、あとはビデオの URL が出ますので、ビデオ投稿を簡単にできるという形です。で、ビデオ投稿については Facebook 等でも簡単にできるんですが、それの、インターフェースが、ツイートデックにつくことで、まあ、ツイッターでも簡単にですね、挨拶やら告知やら短いものはできるようになったということです。はい。さあ、10分以内に収めないと YouTube に収まらないんで急ぎますよ。その他もろもろ。ちなみにですね、ツイートデックなんで、いいかというとですね、基本的にツイートデックは、入力した URL を勝手にですね、短縮してくれます。例えば、ユースト、です。で、入力するとですね、これ、ちょっと画面わかりづらいかもしれませんけれども、すべての URL、短縮 URL に勝手に短縮してくれます。当然、短縮しないように設定することもできますが、基本的にはするようにしていれば、こういった形にしてくれます。なおかつ、新バージョンでですね、このクリックを押すと、わかりますか？この数字変わってますけど、その短縮された URL 上でクリックを押すことで、短縮前の長い URL と短縮された URL がですね、切り替えができるようになってます。便利です。ということですね。ということで、結構ですね、URL の短縮はまあ結構使えたりするということですね。ということで、結構ですね、新バージョンツイートデック、いい感じです。バグもありましたが、入力系のバグも潰れた感じでですね、使いやすくなってますので、ぜひですね、ツイートデック使っていただけるといいんじゃないかなと思ったりします。ということで、まず、ツイートデックの、収録は以上です。新バージョン、ぜひお楽しみにお使いくださいませ。それでは、ありがとうございました。